ラバヤデールは1877年にサンクトペテルブルクで初演されたバレエ作品である。ロシアにおける題名はバヤデルカ。同じ物語で1830年にフランスで2人用に振付による神とバヤデールが先行して作られていたため、ロシア以外ではラバヤデールの名称が一般的となっている。音楽はレオン・ミンクス。振付はマリウス・プティパ。演は バレエダンサーのエカテリーナ・バゼムの祝賀公演として行われた。主役のニキアに、バゼム、戦士ソロルには後に、振付絵として名声を残すレフ・ワアノフが配役された。ヨーロッパでは長らく上演されることがなかったが、1961年に、キーロフ・バレエのロンドン公演で、初めて披露され、古代インドを舞台にした、西欧人好みのエキゾティシズムが人気を博した。 初演時は全4幕7場という大作だったが、改定が重ねられ現在では3幕から4幕で上演されることが多い。神の怒りにフレジーンが崩壊し全員死亡するという、初演時のラストはロシア革命後に省略され、アヘンによる幻覚の影の王国で終わる番や寺院崩壊を復元して主役2人が来世で結ばれる番など、結末が異なることとなった。 ユーリー・グリゴロ・ービチ版、ナタリア・マカロワ版、ルドルフ・ヌレイフ版などが有名である。舞台は古代インド。戦士ソロルは寺院の舞姫であるニキアと密かに愛し合っており、結婚の誓いを立てる。ラジャは若き英雄であるソロルを機に入り娘ガムザッティと結婚させようとする。ガムザッティも、また、ソロルを愛する。ソロルは戸惑うが、美しいガムザッティに惹かれ。 またラジャに逆らえず結婚を承諾してしまう。ニキアに拒まれて、ソロルを憎む大僧正はラジャに、二人の関係を告げ口する。この話を聞いていたガムザッティは、ニキアを自室に呼び寄せ、ソロルには自分という言い名付けがいるのだと告げて、別れを迫るが、ニキアは結婚を神に誓ったと承知しない。行き通ったガムザッティに殴られてニキアは思わず、探検を握るが、 次女に阻まれて逃げ出す。ガムザッティは次女に彼女を殺すよう命じる。婚約を祝う縁でニキヤは舞姫として悲しげに舞う。ソロルから送られたという花かごを喜んで受け取るが、そこにはガムザッティの次女が毒蛇を仕込んでいた。毒蛇に噛まれて倒れたニキヤに大僧侶が我がものとなるなら助けると告げるが、ニキヤは拒んで生き耐える。 ニキアを裏切った開魂と彼女を失った悲しみに、くれるソロルに従者がアヘンを差し出す。幻覚の中で、ソロルはバヤデールたちの中にニキアを見出して、愛を誓う。やがて寺院で、ソロルとガムザッティの結婚式が取り行われるが、ニキアとの愛の誓いを破った、ソロルに神が起こり、寺院が崩壊して全員死ぬ。ありがとうございます。